ボートレースの開設72周年記念、G1 ツッキー王座決定戦は5日目を終え、11日の最終日 12R に優勝戦が行われる。究極の成り上がりストーリーを完結させる、準優勝戦 11R をコンマ後のトップスタートで逃げ切った松尾光、36イコール三重が地元 G1 初優勝を決めた。準優までの7走で6回のゼロ台発進。 最も遅いタイミングでもコンバテンとキレッキレだ。お盆戦の経験が生きている。今節は行く気で行ってると話す。今季は2021年前期以来7期ぶりの A1 復帰で、今節は21年4月10、15日の大村ダイヤモンドカップ以来となる G1 戦。その A1 復帰も前期の最終日に2連勝してボーダーギリギリで決めた。滑り込みで得た出場権で G1 初 V なら、 最高のシンデレラストーリーとなる二号艇発進の大一番注目しよう